長野インターネット放送局と申します。こんにちは。こんにちは。今日は長野県は佐久市望月に来ておりますけども、すみません、自己紹介お願いいたします。はい、ありがとうございます。佐久市市民活動サポートセンターのセンター長を務めております青津と申します。青津さん、はい。今日は望月で子どもをテーマとした交流会を開催させていただきました。はい、佐久市市民活動サポートセンターですね、こういった形で佐久市が設置しているところなんですけれども、市民活動の総合相談窓口となっております。そのセンター長をされているわけですね。はい、そうです。で、支える、つなぐ、広めるという3つの役割があるんですけれども、はい、今日はその中のつなぐというところで、いろいろな交流の機会を作っていくということでですね、望月地区での子どもをテーマとした交流会を開催しました。まあ、子どもがテーマということで結構、はい、お子さん連れの参加者多かったと思うんですけども、はい、その辺はどうなんでしょうか。そうですね、今日ぜひ子育て世代の当事者の方々にも参加していただきたいなということで、お子さん連れも大歓迎ですということでご案内してましたし、やっぱり子ども自身も大人だけが子どもの話をするんじゃなくて、子どもの声も聞きたいということで、お子さんの参加も歓迎ですということで、本当に10代の小学生からですね、高校生も含めて参加してくださいました。高校生の参加の方もね、はい、いろんな発言ありましたけど、なかなかいい意見ありましたよね。そうですね、やっぱり大人がこう、これが子どものためになるんじゃないかっていうのと、実際子どもがそれを聞いてどう感じるかっていうことはやっぱり違ったりもしますので、はい、世代によって考え方とか感じ方も違ったりするので、それ高校生の子とか小学生の子が同じ場にいて直接その話を聞いてこうレスポンスするというか、意見を言ってくれたのはすごく良かったなと思います。どうですか、結果的にはどんな感じだったんでしょうか。そうですね、本当にまずは今日は出会いの場、交流の場ですので、はい、望月地区本当に古くからというか長年ですね、市民活動を継続して取り組んでいらっしゃる方々もたくさんいらっしゃる地域ですし、そこでまた新しくこれから何かやってみたいという方もいらっしゃるので、そういう新旧の世代が入り混じるといいますか、お互いに出会うような場にできたかなと思っています。なんかこんな活動やってるよとか、こんな活動やろうよなんていう提案者も結構いらっしゃいましたよね。はい、そうですね、それぞれやっぱり皆さん本当に何かやってみたいというお気持ちをそれぞれいろんな形で持っていらっしゃるので、それをやっていく上でですね、そういえば今日の交流会で人がいたから、人に相談してみようかなというようなつながりが生まれたら、主催者としても嬉しいなと思ってます。なるほど、今日はそういう出会いの場でもあったんですね。はい、そうですね、はい。そして、まあ、今後としてはどんなふうにこう進めていこうとか思ってるんでしょうか。はい、今回望月での交流会というのは今回1回という企画にはなるんですけれども、ね、交流会の中でですね、生まれたつながりで次にこういうことをしてみたいというアイデアも交流会の中でも出てきましたので、うん、その実現に向けて市民活動サポートセンターとしても、まあ、ちょっとこう側面からといいますか、サポートできるところはサポートしていきたいなと思っています。そういうサポートなんですね。そうですね、主語になるのはやっぱり今日参加してくださった参加者のそれぞれの皆さんなんですけれども、その方たちが何かその次のアクションを起こすという時に私たちとしてもできるところでサポートしていきたいと思っています。アースさん自体何かこう夢というか描いているものはあるんでしょうか。ありがとうございます。やっぱり佐久市の市民活動サポートセンター佐久サポはですね、市民活動、佐久の市民活動をもっと楽しくっていうキーワードでやってるんですけれども、やっぱり誰かの困ったということに寄り添う活動であったりですとか、その地域のために何かしたいという活動が、いろんな活動が生まれる地域っていうのが本当に人が暮らしやすい豊かな地域につながっていくと思うので、これからもそういう新しいチャレンジを応援できるような地域になっていけばと願っています。最後に、はい、アピールがあるということなので、はい、ちょっとお願いいたします。はい、ありがとうございます。一つお知らせさせてください。はい、お知らせですね。はい、佐久平地域まるごとキャンパスという佐久市が主催の事業なんですけれども、はい、高校生や大学生が地域のプログラムに参画するという事業があります。進学や就職で地域の外に出てしまう前に地域でまちづくりに取り組んでいる大人と出会ってほしいということで企画しているプログラムです。今年3年目を迎えます。その報告会と交流会をですね、2月4日日曜日午後2時から
障害学習センター野沢会館の大会議室でやりますので、ご興味がある方はぜひ元気な学生たちに会いに来ていただければと思います。学生さんが主催なんですかね。あ、一応主催は作詞という形にはなるんですけれども、はい、高校このマルキアのプログラムに参加した学生さんがアンバサダーとしてですね、企画イベントの企画にも関わってくれていますので、はい、楽しい一日になると思います。今日来られていた学生さんの中にも参加者がいたんですね。あ、そうですね、多分来てくれると思います。はい、ありがとうございます、はい、ぜひ頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。